ションが上がります。白い白い白い。一晩で世界が変わりました。木に積もった雪の感じとかすごい綺麗で、ちょっと雪国の雰囲気がしてきました。ではカメラ様を濡らさないように朝ごはん作っていきます。朝は昨日 JA 北河内の自動販売機で買ったこのペットボトル米のご飯を炊いてみます。あ、いいね、ペットボトル。多分このままだと冷たすぎるので、冷たすぎて30分で水吸収しないと思うから、余熱作業がいる。これで30分余熱させてご飯を作っていく。ご飯は炊けたと思うので、この辺で蒸らしておいて、まず大阪名物紅生姜天。あー、いい匂いする。紅生姜の天ぷらって私初めて見ました。これ温めます。で、昨日食べきれなかったのせ黒牛を味変しつつ焼いていきます。うん、出るか。よいしょ。よし、オッケー。卵を引き上げに行きますので、ご飯蓋をもらう。せーの、じゃん。めっちゃ美味しそう。はい、卵。じゃん。昨日道の駅のせで買ったおかず味噌。道の駅のせが栗の里って言われてて、栗が有名なところらしいんですけど、この味噌も栗が入ってて美味しそうなんで買ってみました。できた。こんな感じで今日のキャンプ飯です。美味しそう。いただきます。うん、うまっ。香ばしい醤油の味と合います。うん、おいしい。煮込まる粒もちゃんとしててもっちりおいしいです。この味噌と、うん、合うね。甘い。いや、これおにぎりにいいわ。あの、きゅうりとかにも合うかもしれない。続いて紅生姜天。これはね、郷土料理を調べてる時に出てきました。確かに私の地元では見たことがない。
うん、紅生姜だ。これはご飯もうどんも合うわ。うん、歯ごたえがめっちゃよくてシャキシャキ言うんですけど、紅生姜のこの塩味と天ぷら合いますね。紅生姜っていつも細切りのやつを薬味として食べることが多かったので、こんな丸々1個初めて食べます。卵はどうしよっかな。今日こっちに来よう。よいしょ。なんかね、卵ほら塩派とか醤油派とかありますけど、今日は私は味噌でいきます。絶対合うよ。あー、半熟、美味しそう。よいしょ。あー、最高の朝ごはん。うん、うまい。この鉄板で焼いたこのカリッとした感じがまたいいですね。理想の朝ごはん。うまい。幸せ。今日これで大阪の旅はラストなので、もう帰るんですけど、テントがびちゃびちゃやな。よかった、むしろよかった。これでまだ旅が続いてたらテント濡れたまま持ち歩くことになるから、まあ持ち帰ってから干します。でも今回旅は結構まんべんなくぐるっと回ったと思います。大阪なんか面積的には小さいって言いますけど、山もあるし海もあるし、で大都会もあるし、でいろんな顔を持って旅しててすごい面白いなと思いました。また3月にイベントで大阪来ますし、個人的にも大好きな街で、昔からよく一人旅しに来たりとかやってたので、また遊びに来ます。ではこの後雪は止むのか分かんないですけど、チェックアウトが10時なので、それまでにテント撤収して帰ります。というわけで今回の動画、そして47都道府県制覇の旅大阪編、以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバイ。はい、撤収が完了しました。何やかんやしたら9時過ぎになりました。地元に戻ります。ありがとう大阪。バイバイ。